はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日は特別に Hello Mr. Davis, Thank you for your backs to me. Thank you, appreciate it. お昼の放送をご覧になった人はご存知かと思うんですけど、詳細はね、そちらちょっと長い動画なんで、見たら興味のある人はいいと思うんですけど、それをキュッとまとめてですね、紹介したいと思いますが、じゃじゃーん。知り合いのアメリカのジョージアに住む、ダン、デイビスさん、ミスター・デイビスですね。急にグローブ送ってきまして、これで、まあ宣伝しよっかなみたいなねことなんですけど、だからうちに言ってもダメですよ。うちでこのグラブワークスさんのグラブは取り扱ってません。問い合わせ先出しておきますんで、そちらに聞いてくださいね。はい、宣伝いたします。はい、そしたらどっから行きますか？でちょっとよいしょ、グラブワークスさんですね。日本でもぼちぼちインスタとかツイッターに上がってるんで、ご存知の方も多いと思うんですけど、ドナルドさんっていう人が CEO らしいですよ。それでまあアメリカから来てるから、アメリカの会社だと思うんですけど、主にファシリティだからと設備は中心の工場は中国です。で、基本的に革はヘビーテキサスステアレザーということでアメリカ産なんですけど、なめしはいろいろです。まあ、ちょっとその説明もしていきますけどね。どっからいきますか？あ、さっき言ってたダン・デイビスさんね。はい、でどうも代理店をやっておられるらしいです。こちらに連絡してくださいね。私に連絡しても知りませんね。はい、OK。それで、なんだっけ、そう。今日ね、こちらのグラブを紹介するんですが、どんなコンセプトのグラブかっていうと、グラブワークスさんとダン・デイビスさんで、デイビスレーシングさんのコラボでございます。これ。はい、ということで、どこから行こうか。商品の説明順番にしていけばいいね。こちらサイズは12インチでございます。12インチのインフィールダーズ、内野手用ですね。このウェブはスペシャルなグラブワークススペシャルのウェブということでお聞きをしておりますね。はい、12インチで内野手用で、それであとね、そう、革材料ですが、これ一番大事ですね。こちらのグラブについてはヘビーテキサスステアレザーを、2本なめしてでございます。ジャパニーズタンドレザーでございますね。はい、でそれを中国で縫製して成形して、アメリカに送って、アメリカのダンさんが、ミスター・デイビスがレーシングしてます。ミスター、デイビスレースディスグラブ It's great ね。はい、ここに書いてあるメイドインチャイナですが、アセンブルドインユナイテッドステイツオブアメリカ USA 書いてあるでしょ。書いてある。はい、ということですね。ですからアメリカレザー、日本なめし、中国縫製、アメリカ組み立てでございますね。はい、特徴はグラブワークスさんの歴史がまあ20年ぐらいあるんですが、日本人、韓国人含めてですね、世界に作られているということで、非常にアメリカナイズされてますが、アジアチック、日本チックの作りでもございます。例えばですね、手入れ。これフィンガーシフトはやりづらいです。普通に手入れして、まあ、指輪ってついてますからね。こうでナローフィットです。アジア人向けナローフィット、私の手にぴったりでございます。ありがとうございます。ね、はい、で指が立ち気味、 R が強くないですね。日本っぽいです。うん、それでシングルパームレースなんですけど、ヒール逆巻きです。面白いでしょう。アメリカのいいところと日本のいいところを融合させたようなね、作りになっておりますが、ポケットセンター位置も通常の日本の人差し指下ではなくて、やや上部下よりこういう感じでございますね。この辺も特徴的でございます。うん、レザーどうですか。私が触らせていただいた限り、かなりハイレベルな材料マテリアルでございますね。それでずっしり重い。ちょっと昔の日本のグラブも重かったんですけど、そういった重厚感がございます。タフで、しなやかなレザーということですね。はい、軽くはないです。で背面見ていきますか。まあ、ウェブはさっき言ったね、スペシャルの、グラブワークスさんウェブではみは切りはみ、しっかりした綺麗な切りはみが入っておりますね。通称トコですね。はい、このツヤねえ、テキサスレザー素晴らしいって感じですね。でライニングムートン白、ライニングはこんな感じで、ソフトレザー使ってます、指のところはね。はい、でなんといっても特筆すべきはダンさんがレーシングしたこのレザーレースね、 USA テネシーローハイドレザーのレースかと思われます。うん、あとそうですね、本当にでもこれいい感じね。このヒールの形状もいいですよね。うん、ちょっとまだ慣らしてないからあれだけど、ちょっとじっくり仕上げてみたいと思いますけど、どうでしょうか。うちで売ってないですよグラブワークス、今話題のグラブワークス、グラブワークスさんとか44さんがね、今アメリカのスチューデント学生さんにね、受けてるようですが、言うの忘れた。グラブワークスさんは全部オーダーでございます。オーダー、で、ホールセラーって言って、うちらのような中間の業者を入れない、直接問い合わせ、それもちょっと入れときましょうか。写真ね、はい、そこへ問い合わせてください。でサイトに飛べばシミュレーションもありますんで、シミュレーションいただいてオーダーすると。ただこのグラブについては、デイビスレーシングモデルでございます。デイビスレーシングスペシャルだから、ダンさんがグラブワークスさんにオリジナルグラブを発注して、グラブワークスのブランドでございますが、ダン・デイビススペシャルとして販売されている。そちらも載っけときましょうか。はい、そういった感じでダンさんがプロデュースしたグラブも購入できるということですね。こっちの方がメインかな。はいということでございまして、こんな感じでよろしいかな。別に頼まれたわけじゃないですけどね。でもバンって送ってきたらねえ、何にもしないわけにいかないし。本日はグラブワークスさん、デイビスレーシングさんのコラボ商品インフィルダーズ、テキサス、ヘビーテキサスレザーのグラブでございました。どうでしょうか。これについての問い合わせは私にしないでください。連絡先貼っときますから連絡してくださいね。それでは皆さん、さようなら。